前回のあらすじ。ヘルリ公国の後継者問題はようやく解決した。カール公爵はバルブルガと結ばれ、遠い幼い頃の約束を果たすことができた。一方、神聖ローマ帝国の宗教問題は、ついに戦争に発展。この宗教戦争は、神聖ローマ諸侯だけでなく、周辺国まで巻き込む大戦乱となった。そんな中、どちらにも組みしないヘルレ公国は、キリタン宰相の指揮のもと、この戦乱の海にこぎ出すのであった。やっはー。バイキングどもを蹴散らせー。みんな、乗り込めー。はい。そのバイキングに、逆にひどい目に遭いそうなんですけど、大丈夫なんですかね。ハンブルクの攻城戦は、エルンスト将軍の出番ですね。兵士の損耗を抑えるため、砲兵隊と、それを守る歩兵を残して、残りはディトマールシェンで待機させましょう。ユトラント半島の制圧は進めないの。デンマークが占領したハンブルクのせいで、ソック判定があるようですね。どういうわけか、スリースウィーに進軍できません。おや？南ノルウェー海で、海戦が始まっていますよ。ほのぼのしておるな。あの動画、面白いですよね。1572年10月5日。南ノルウェー海戦、勝利。おう。輸送艦2隻を打破できたんやな。24ダカット、美味しいです。ホランと沿岸を封鎖に来ているデンマーク海軍がいますね。すぐに向かいましょう。それと、打破した輸送艦2隻は修理に出しておきましょう。プロテスタントになっちゃったよ。早く、宗教改革の時代が終わってくれませんかね。では、ヘルレ艦隊は、スカゲラクに向かいましょう。キリタン、デンマーク軍が、ハンブルクに突入しようとしてるよ。ロックがかかったら、全軍をハンブルクに突入させましょうか。きっと、後続のフランス軍が駆けつけてくれれば余裕ですね。キリタン、そのフランス軍は、バカンスを楽しんどるようやで。バカなの？ここで戦力を確認してみましょう。我々の陸上戦力は総勢8万6000名。海上戦力は総艦艇数64隻。対するデンマーク軍の陸上戦力は総勢5万4909名。海上戦力は総艦艇数93隻。でも、フランス軍3万1000が遊んでおるよな。ぐぬぬ。何がぐぬぬだ。それに、海上戦力の差がきついな。さっき勝てたのはラッキーだったんですね。海戦は、ちょっと慎重に行った方が良さそうですね。サボり癖のある人には、明確な目標を与えてあげた方がいいでしょう。フランス軍には、コリング要塞攻略を命令しておきましょう。ちゃんと従ってくれたらいいですね。確かに、気休めコマンドになってますよね。さあ、デンマーク軍は、引き返せなくなりました。フェルデン軍8000も、突入を始めていますね。我々2万も、ハンブルクに突入しましょう。1572年10月25日。ハンブルク要塞を攻略中のエルンスト将軍にデンマーク軍が襲いかかります。10月29日にヘルレ軍すべてが合流を果たし、デンマーク軍を圧倒。11月10日、ハンブルクの戦い、勝利。おう、これが圧勝やな。軍を再編成しましょう。そして、要塞攻略に必要な部隊を残して、残りはシュターレで待機させましょう。そして、すり減った肉壁は、傭兵で埋めましょう。お金が足りませんね。お金がないなら、借りればいいじゃない。あかん、これ。雇用限界まで雇いましょう。改革派になっちゃったよ。もう、この流れは止められない。諦めおった。また、ホラント沿岸にデンマーク海軍が来てますね。海軍も向かわせましょう。逃げられちゃったね。一旦、東フリースランドに入港しましょう。そして、ヘルゴラント湾の封鎖に専念しましょう。せやな。まず、ハンブルクを落とすことに専念した方が良さそうやな。1573年1月31日。ハンブルクを攻略。これでようやく、ユトラント半島に進出できますね。
近くのブレーメン艦隊が襲われそうだよ。どうやらあれがデンマーク海軍の主力のようですね。何気に大型船が9隻もおるんやな。幸いスカゲラクは内海ではないのでガレーのバフ効果はないはずです。全艦を突入させましょう。さらに修理が終わったキャラック2隻の投入です。1573年2月12日、ブレーメン艦隊がデンマーク艦隊と攻勢開始。キリタン、さっきから味方の船ばかりが沈んだるんだけど。ババ、アバ、ババ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 。まさかの殲滅か。しかも一隻も沈められなかったなんて。勝てる気がせえへんのやけど。それでもカスパーなら。1573年2月27日、スカゲラクでヘルレ艦隊はデンマーク海軍と攻勢開始。3月3日にはカスパー提督が到着。本格的な戦闘に突入します。キリタン、交戦幅の差がえげつなよ。それにキリタン、エルンスト将軍の兵が放浪軍判定になっとるよ。どうしてこうなった。一旦戻ってもらいましょう。カスパー提督、この大事な時にダイスをファンブルしてるんじゃねえよ。こっちばかりがダメージを受けてますね。一旦仕切り直しましょう。全艦逃げる。キリタン、フェルデンさんちの海軍が取り残されとるで。きっとシンガリを申し出たのでしょう。あかん、これヘルレ海軍を全滅させたと思ったか。残念、トリックだよ。なんだってー。どういうわけか逃げ出した艦船も撃沈でカウントしちゃったみたいですね。我がヘルレ艦隊は未だ健在。反攻の機会を待ちましょう。1573年7月3日、コリング要塞が陥落。ユトラント半島の制圧に動きましょう。ベスチュラにフランス海軍が追い込んでくれた。デンマーク海軍が12隻いますから、占領して出待ちしてやりましょう。汚いな、さすがキリタン、汚い。唐突なブロント語は NG。 あ、はい。ということで占領しました。さあ楽しい狩りの始まりです。逃げ惑うデンマーク海軍を海のもずくにしてやりましょう。キリタン、デンマーク海軍の主力が来とるで。あわわわわ、急いで沈めて急いで逃げましょう。1573年8月17日、ヘルゴラント湾でベスチュランから追い出されたデンマーク海軍と交戦開始。相手は星に提督やけど、光線肌は互角なんやな。回線は機動力のものを言いますね。8月30日、ヘルゴラント湾の回線、勝利。おう、全部撃沈できたんか。やるやん。さあ、主力が来る前に逃げましょう。捕まっちゃいましたね。ババ、アバ、ババ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 。売却不可マークが消えるまで耐えてください。よっしゃ、消えたで。でもなんか互角っぽい。もうちょっと戦況を見ましょう。徐々に押してきとるようやな。大型船を片付けてしまえばガレーの脆さが出てくれるかも。おう、どんどん隙が削れてるで。やったぜ。10月12日、第二次ヘルゴラント湾の海戦、勝利。おう、ガレーを2隻も打破したんやな。20デカット、美味しいです。でも、大型船3隻が犠牲になっとるな。150デカット、悲しいです。金で計算するの、やめえや。あ、はい。これで、ようやく、シェランに上陸できるかもしれませんね。まだ、戦争は始まったばかりやな。打破したガレーは、まだアップグレードが終わってなかったようですね。アップグレードしちゃいましょう。そして、損傷した艦船は修理に出して、無傷の艦隊をエーレスンドに突入させて、まだ陸軍を足止めしてる敵艦隊の排除をしてもらいましょう。1573年11月16日、
エーレスンドで海上封鎖任務をしているデンマーク艦隊と交戦開始。ほう、一撃で圧勝ムードやな。戦闘艦がガレー一隻では手も足も出ないでしょう。11月26日エーレスンドの海戦勝利。ほう、全滅させたね。では海を渡りましょう。キリタン、デンマークの人が強信者に占領されとるで。結構な大軍ですね。どこかに行ってくれませんかね。キリタン、首都のヘルレまで改革派になっちゃったよ。もうカトリックを捨てたい。あかん、まあた闇落ちしてもうた。お、強信者の群れが移動を始めたようやな。海の方はスウェーデン海軍が来るみたいですね。ガレーが17隻もおるんか。大丈夫かな。大型船の力を信じましょう。1573年12月18日エーレスンドでスウェーデン艦隊と交戦開始。12月25日にフランス海軍11隻が合流。ほう、これは嬉しいクリスマスプレゼントやな。それにしてもカスパー提督、その代なんとかなりませんか。1574年1月6日第二次エーレスンドの海戦勝利。しょっぱい戦果やな。あ、はい。損傷した艦船は修理に出して、残りはシェラン上陸を支援してもらいましょう。キリタン、カテガットでフランス海軍とデンマーク海軍がぶつかりそうだよ。東フリースラントで修理を進めていた艦船の中で修理が終わった艦隊を出しましょう。海戦の時に作っておいた大型船もこの中におるんやな。カスパー提督にも向かってもらいましょう。1574年2月18日カテガットでフランス海軍とデンマーク海軍が交戦開始。すぐにエーレスンドからカスパー提督も駆けつけ、艦艇数ではほぼ互角に。ここは内海艦艇やからガレーが怖いな。ホルシュタインで修理させていた艦船の修理が終わったようですね。すぐにカテガットに投入しましょう。3月7日エーレスンド海戦で敗れたスウェーデン海軍は敵艦隊に合流。しかしヘルレ海軍も次々と合流を果たします。激闘の中、3月15日にデンマークの首都シェランが陥落。これで一気にデンマーク海軍の士気が落ちそうやな。3月22日カテガットの海戦勝利。おう、これは大戦果やな。カスパー提督が乗ってるキャラック浮いてるのが不思議な状況なんですけどね。耐久度 1% って甲板でジャンプしたらそこが抜けそうやな。それはともかく、これで制海権は私たちのものですね。あとは自慢の陸軍でスカンジナビア半島を飲み込みましょう。せやな、海戦から2年経ってやっとフランス陸軍さんも来てくれたんやな。フランス陸軍の威力がなさすぎて辛い。しっかり振るのだ、インセント。これはカール公爵殿下、ようこそいらっしゃいました。そのような病気すぐに治して出てくるがよい。インセントがおらぬと外交と宮廷が回らぬ。外交はアルブルガ様にやっていただければよいでしょう。宮廷の方は困りましたな。そうだ、困るのだ。だから申し訳ございません。しかし私はもうお役に立てそうもございませぬ。ああ、一つ私にしかなし得ない任務がございました。何をするのだ。ジェンヌ様にご報告することでございます。カール公爵殿下はジェン公爵様に勝るとも劣らぬ立派な公爵になられたと。そのようなことは認めぬ。私はまだまだこれから多くのことを成し遂げるのだからな。それも含めてインセント、お前が報告するのだ。だからふふふ、さすが我が公爵、さすがは我が主。インセント、目を開けよ、息を止めるな。キリタン、ヴィンセントさんが亡くなったみたいよ。では後任を選びましょう。
海軍改革者のセバスティアンさんにやってもらいましょう。おう、海軍式が上がるのがええな。1574年4月23日ルンド要塞を攻略。でも、まあた、要塞があるんか。何十も防御陣地を用意しとるんやな。なかなか前に進めませんね。軍事ポイントが溜まったようですね。軍事技術を14に高めましょう。お、レベル4の要塞が解放されるんか。これで、ますます大砲が重要になるんやな。それと、騎兵ユニットが新しくできますね。黒騎士、アシュラム様は、今日から失業です。キリタン、年齢がバレるで。あ、はい。1574年7月30日、エルフスボリー要塞を攻略。ファイエルなしで100日を切るのは、さすが校長達人のエルンスト将軍やな。さらに8月4日、エルフスボリー要塞から追い出されたスウェーデン海軍を捕捉。8月8日、カテガットの海戦、勝利。もう、敵海軍は脅威ではなくなったんやな。さらに1574年10月15日、ボーヒュースレーン要塞を攻略。67日で攻略したんかい。さすえる。敵陸軍は、さっぱり姿を見せないのが怖いですが、スウェーデンの首都、ストックホルム攻略に向かってもらいましょう。1574年10月28日、カルマル要塞も攻略。これで、我が軍を遮る者は、なくなりました。一気に占領を進めましょう。せやな。でも、もうすぐ寒い冬がやってくるんやな。そういえば、何やらミッションを達成しているようですね。帝国の野望。15年間外交官が増えて、関係改善効果がプラス 25% か。ええやん。達成の条件って何でしたっけ？おう。先帝校の2人が、カール公爵を皇帝に推してくれておるんやな。神聖ローマ帝国の画面で確認してみましょう。ドリアさんと、バーデンさんが皇帝に推してくれておるようやな。これからの領土拡張は、帝国諸侯じゃなくて、帝国の外に広げていった方が良さそうですね。何はともあれ、美味しい効果なので、ミッションを達成しておきましょう。やったぜ。1574年12月。キリタン、冬の包囲戦は、やっぱり厳しいらしいね。ムムム。何がムムムだ。2000名の命か、国家の威信を犠牲にしないといけないんですか。それなら、答えは決まっておるよな。はい。国家の威信は何より大切ですよね。2000名には死んでもらいましょう。キリタンには、人の心がないんか。1575年2月、宗教改革の時代ボーナスが選べるようになりましたね。今回は、浮き放題を選びましょう。海上封鎖に必要な船を減らすことができるっちゅうことかいな。よくわかりませんが、そうなんじゃないですかね。キリタン、もっと最小らしくして。あ、はい。1575年4月6日。ようやく、スウェーデンの首都ストックホルムを攻略。同じ日に、オーストリアのヨハン一世が死去。なんや、まだ若かったやろ。でも、継承戦争が起きないということは、後継者がいるんですかね。おう、4歳のフランツ君がおるな。一応、オーストリアはエフモント家で続いておるようやな。ならば一安心ですね。では、戦勝点もいい感じなので、デンマークとの交渉を始めてみましょうか。まずは戦争目的のスリースウィー。そして、邪魔な要塞があるコリングは必須ですね。部位も下がり始めているので、屈辱も与えましょう。さらにお約束の戦争賠償金。そして、飛び地になりますが、今後のために、ボーヒュースレーンを割譲させましょう。さらに、682ダカットの側近払い。こんなところでしょうか。キリタン、周辺諸国のオコマークが出ておるようやけど。怒ってるのはデンマークだけですね。本当は、デンマークの首都までがっつり取りたかったのですが、さすがに、侵略的拡大がきつかったので、次回に持ち越しです。では、我々の寛大な講和条件を、デンマークに突きつけましょう。1575年4月8日。ヘルレのスリースウィー征服戦争は、我々の普及の勝利で終わりました。そういえば、陸上戦闘は、冒頭のハンドルクの戦いだけだったんやな。今回は海戦メインでしたね。あ、それと要塞攻略ですね。損耗で2万人も亡くなっとるやないか。必要な犠牲だった。キリタン、
682ダカット。美味しいです。では、心優しい私は、飛び地の暴風スレーンにノルウェーを復活させてあげましょう。デンマークへの再征服狙いですね。わかります。ユトラント半島は、ヘルレの直轄地にしましょう。ということで、久しぶりの中核化作業です。大体属国にしてから九州やったしな。それと、デンマークから奪ったお金で借金を返済してしまいましょう。これで、返済完了です。今、イングランドを攻めたとしたら、どんな感じでしょうか？ほう。ポルトガルとスペインが参戦できんみたいやな。これは大チャンスですね。宣戦布告の前に、属国のゲールに陸軍を上陸させておきましょう。おう。こうしておけば、イングランド艦隊も怖くないな。キリタン、バルブルガちゃんの外交戦術が、なかなかのものだって、話題になっておるようやで。外交ポイント、50点。美味しいです。何でもポイント計算するの、やめえや。あ、はい。インセントが外交なら、アルブルガに任せよと言っておったが、これほど見事だとは思わなかったぞ。お役に立てて嬉しいですわ。カール様、私、新しい夢ができましたのよ。新しい夢？はい。いつか、カール様を神聖ローマ皇帝の座に。それは途方もない夢だな。そうですね。実現するのは、この子、ウィレムの代になるでしょうけどね。それでも、少しずつ、神聖ローマ諸侯の中での発言力を高めていこうと思ってますのよ。私も、この子のために励むとしよう。はい。カール様。さて、ようやく、ケールに陸軍を展開できました。宣戦布告の前に、傭兵を雇っておきましょう。交易保護任務についているカスパー提督を呼び戻しましょう。さらに輸送艦隊も呼び戻しておきましょう。おう、キリタンが忘れないということはかなり緊張しておるな。ポルトガルとスペインがいないとはいえ、イングランドの底力は侮れません。海戦自由はフランス領パロワの再征服。エノーさんは強心者相手に大変そうなので、今回も呼ばずに置いてあげましょう。飛行の首は柱に吊るされるのがお似合いだ。パパパパパワードドン。みんな乗り込め。はい。キリタンがフルフレーズで回戦しただと、これは波乱の予感がしますね。キリタン最小の作戦は大成功を収めた。ヘルレ広告軍はロンドンの制圧を成し遂げ、バロワの再征服戦争は、ヘルレ公国の栄光的勝利に終わり、イングランドは、その心臓を奪われるのだった。そして、ヨーロッパ全土を戦乱に巻き込んだ宗教戦争が終わりを告げた。次回、宗教戦争の勝利者。お楽しみに。